なことよりも、まずはどこから情報を集めていきましょうか。情報って、その前にお姉ちゃん、さっきからちょっとくっつきすぎだし、くすぐったいよ。姉妹なんだからこれくらい普通よ。ほら、あなたももっと私に体を預けなさい。私を置いていったのは、私がいると二人で仲良くできないからだったのね。ノワールさん、どうして私じゃダメなの？私が可愛くないから、私が他人だから、私がただの友達だから。水入らずなんだから恥ずかしがることないわよ。ユミ、いつもお姉ちゃんじゃない気がするけど、どう見てもお姉ちゃんだし。あら、そんなに私の顔が見たいの？どうぞ、もっと近づいてもいいわよ。こっちか！お姉ちゃん、ふざけるのもいい加減にして。怒ったユニも可愛いわね。やりづらい。てか、お姉ちゃん、若干キモい。ここに行くのね。なに、このモンスター。確かに町から離れているとはいえ、こんなのがいるなんて聞いてないわよ。光栄に思いなさい。手加減なしで相手してあげる。
食事は大切なことなの。それはそうなんだけど、このアーンは姉妹としてどうなの？何言ってるのよ。姉妹だからこそこれくらい普通なの。ほら、アーン。まだボワルさんにしたこともしてもらったこともないのに。なんだろう、時々刺すような痛々しい視線を感じるんだけど。気のせいよユニ。そんなことよりお姉ちゃんもユニにあーんしてほしいな。難しいよ、さっきからやってることが恋人同士みたいだよ。腕を組んで歩いたり、肩を抱いてきたり、手を握ってきたかと思ったら恋人つなぎだったり、今この状況だってお腹が空いたからってお店に入ったら当然のように隣に座ってるし。普通よ普通、仲のいい姉妹だったら誰だってするわよ。しないって。お姉ちゃん変てか、なんかキモい。なんなのよ、ずっとベタベタして。キモいってユニがそんな言葉を私に言うなんて。ごめんなさい、今のはちょっと言い過ぎたかも。たまには姉妹の絆を深めるのもいいかなと思って今日は頑張ってみたんだけど。そんなに迷惑だったなんて、ごめんなさいユニ。泣くことないじゃない。私のノワールさんを泣かせた。私のノワールさんを。何か寒けど、ユニ本当にごめんなさい。だからお姉ちゃんのこと嫌いにならないで。私はお姉ちゃんのこと嫌いになったりなんかしないよ。私お姉ちゃんのこと好きだから。だからもう泣かないで。そう、ユニは私のことが好きなのね。よかった。じゃあ続けましょうか。まさかの嘘泣き。もうなんなのよ。お姉ちゃんは朝からこんなだし、ずっと見られてる感じはするし。誰か助けて。これで依頼完了ね。ああ確かに助かったよ。それじゃあ私は急ぐから。これで。おう、またな黒いお嬢ちゃん。もう戻ってきたのか。残念、タイムリミットね。あれ、どこに行くの？楽しんでくれてありがとう。私といる時よりずっとそんなに妹の方がいいの？あの子さえいなければ。ノワールさんは私のことを見てくれるのかな？もうダメ、これ以上見たくない。ノワールさんが私以外の誰かと仲良くしてるところなんて。さて、これからどうなるか実に楽しみだよ、ケイシャ。また、夜明けもなくこの町に来てしまったでござる。ユニも、拙者に気づいてくれ。そして唯一、普通に話せる女子。好みのタイプは金髪キャンディのはず。なぜ真逆のユニオにここまで惹かれるのでござるか。うん、
あそこに見えるのはユニ殿。おお、ユニ殿。帰りが遅くなっちゃったわね。早く帰らないとユニたちに余計な心配を。この箱はラステーションの手紙。危なく見つかるところだったけどさ。しかし、どうしてここに。あそこにいるのユニじゃない。お、お姉ちゃん、おかえり。早かったのね。早かった？確かに依頼済ませてすぐ戻ってきたけど、早いってほど早かったかしら。お姉ちゃん、いつまで立ってるつもり？ほら、早くは私の隣に。え？隣？って、何よ、そんなにくっついて。いいからいいから。お姉ちゃんがしようとしてることはもう私、わかってるから。どういうこと？まあ、あなたがそこまで言うなら隣でも構わないけど。ちょうどそこでクレープ買っておいたんだ。はい。どうしたのユニ？何か疲れてるの？確かにここ最近は忙しくて休む暇もなかったから、甘えたくなるのはわからないでもないわ。でもね、ユニ、姉妹でパーンはどうなの？なんで？以前、お姉ちゃんがどうとか言っていたでござるが、それがラステーションの女神だったとは。まさか、ユニ殿がラステーションの女神候補生？妹だもの。そうですか。あ、そうだ、ノワールさん、お食事ができて。やっぱりユニが気になるわね。ちょっと様子見てくるから、ケイシャは先に休んでていいわよ。ノワールさんに喜んでもらおうと思ってお料理作ったのに、あの子がいなければ食べてくれたのかな。明日になればきっと大丈夫。ノワールさんといっぱいおしゃべりできる。そう、明日になれば。ノワールさん、どうすれば。あなたは私を。ちょっとケイシャ、もう何寝てるのよ。あれ、
私の部屋。やっと起きたわ。何うとうとしてるのよ、ケンさん。エワールさん、私何やってたんだっけ。食事中に寝落ちしてたのよ。ほんと子供じゃないんだからしっかりしてよね。食事中、そうだったかな。あれ、私とノワールさんだけ。ユニはどこにいるの。ユニ、ごめん、誰それ。ケンさんのクラスメート。あなたの部屋で同棲を始めて1ヶ月。この部屋にはあなたと私の2人だけよ。それに私はユニなんて人は知らないわよ。ああ、そうでしたね。ここには私とノワールさんだけ。2人だけですよね。何当たり前のこと言ってるのよ。ほらほら、早く食事済ませないと。今日は2人で買い物に行く約束でしょ。見ているようだね。現実と夢、その差が大きければ大きいほど、目覚めた時の絶望は大きくなる。種は蒔いた。ケイシャ、君はその種でどんな花を咲かせてくれるんだい。ユニさん、ちょっといいですか。ケイシャさん。はい、別にいいですけど。そうですか、なら死ね。はい。どうしたんですかケイシャさん。てか、なんで銃を。だってあなたがいるとノワールさんが私に振り向いてくれないですもの。はい。すごい音がしたんだけど、何かあったの。ノワールさん、ちょっとだけ待っててくださいね。すぐに邪魔者を始末しますから。邪魔者って、あなたどうしたの。様子がおかしいわよ。おかしいのはノワールさんです。私じゃなくて妹なんかと仲良くして。どうしたのよケイちゃん、本当にあなた変よ。ノワールさん、どいて。そいつ殺さない。そうですよ、ユニさんを殺す必要なんてないんだ。ケイちゃん、あなた。ユニさん、ノワールさんをかけて決闘しましょう。決闘。本当はここであなたを殺してもいいけど、やっぱりノワールさんの目の前で正々堂々決めた方がいいと思うんです。その方があなたも諦めがついて死ねるってものでしょ。うわ、場所は、そうです、黄金の頂にしましょう。そこの最上階で待っています。待って、ケンさん。大丈夫よノワールさん、あなたのためならいつまでも待つわ。たとえそれが来世でもね。なんだったの。わからない。弊社さんが部屋に入ってきたと思ったらいきなり襲ってきて。あの子に何があったのかしら。様子がおかしいってレベルじゃなかったわ。いかにもヤンデレって感じで怖かったわ。噂には聞いてたけど、ここまでなんて。弊社に何があったかはわからない。だからこそ確かめに行きましょう、黄金の頂に。
いただき。この塔の最上階に傾斜はいるのよね。うん。けどどうしてこんな場所を指定したんだろう。わからないわ。けどまさか。お姉ちゃん？なんでもないわ。急いで傾斜のところに向かいましょう。